ニュースマグビです。出演するドラマコントが始まるが注目を集める有村架純さん。今や国民的女優とまで言われる有村さんですが、デビューまでの道のりは平坦なものではありませんでした。芸能評論家の三杉武氏によると、有村さんは高校1年生の時、実力派女優が多く所属する現事務所のオーディションに自ら応募したんです。しかし結果は不合格だったとのこと。事務所から関西弁を直すこと、ダイエットで体型を変えてくることという条件を言い渡された有村さん。2つの条件を達成し、高校2年生の時再びオーディションを受けて見事合格したそうです。ニュースマグビ